マヌエル・ベルグラーノ、マヌエル・ベルグラーノは、アルゼンチンの政治家、軍人。アルゼンチン独立運動指導者の一人で、ブエノスアイレスの5月広場にある馬にまたがる、ベルグラーノの銅像は、アルゼンチンの観光名所となっている。1770年、ブエノスアイレスに生まれ、スペインのサラマンカ大学へ留学し、自由主義的な貿易思想を修学し、帰国。1801年、 アルゼンチンで最初の新聞となるテレグラフォメカンティールを創刊。1806年、サンティアゴデリニエルスの指揮するブエノスアイレス市民軍にビセンテロッペスラと共に参加し、ベレスフォードの軍隊と戦う。翌年、リニエルスラと軍事評議会を結成した。1810年、マリアーノ・モレーノラと愛国政権評議会を結成し、副王に対し反乱を起こす。 革命軍を指揮し、スイパーチャの戦いで、副王軍との戦闘に勝利し、実権を獲得した。翌年にはパラグアへ進行するもこれに敗退する。1812年には、青年将校を中心とした南米独立運動を指導するラウタロ結社を結成する。北部軍司令官となり、ドクマンの戦いやサルタの戦いで勝利を収めた。1813年には、 アルトペルーに進攻し、スペイン軍と戦闘し、ポトシを解放した。第3次アルトペルー攻略では、浮気の戦い、ビルカップウギオの戦い、アヨウ馬の戦いと連敗し、独立軍は反開した。この責任を取り、1814年に北部軍司令官を辞任した。北部軍の後任には、ホセデサン、マルティン将軍が就任した。北部軍の司令官辞任後、 未だに国家体制すら定まっていなかったアルゼンチンの国政を探るためベルグラーノはイギリスに赴いたがフランス革命の瞑想と挫折に影響を受け1816年に帰国した後には立憲君主派となっていた。同年7月に開催されたドクマン議会では南アメリカ連合州の独立宣言の起草に主要な役割を果たしインカ皇帝を立憲君主としていただいた。 南アメリカ連合州の独立を独立宣言に盛り込んだが、この宣言は結局履行されることがなかった。1820年にベルグラーノは50歳で死亡した。アルゼンチンの経済改革及び独立運動の英雄として彼の死亡した6月20日は国旗の日としてアルゼンチンの祝日となっている。また、10アルゼンチンペソ紙幣の肖像にも用いられている。 アルトペルー攻略、ありがとうございます。